はい、というわけで今日はね、背中のトレーニングです。今はマンデルブロトレーニングをやってて、今日はね、中重量日の、Tバーローを行ってます。まあ最初にウォーミングアップで、チンニングやって、その後に T バーローやって、ベントオーバーやって、ダンベルローイングやってっていう、あのね、サディークのね、ちょっと間違えてしまいました、コメントで、筋トレ動画のリクエストをいただいたんですけど、ちょっとね、一人だと撮影が難しいので、またこう金金さんのね、ジム行った時にちゃんと撮ろうかなと思います。はい、というわけで今日はね、久しぶりのトーク動画になります。まあ、COD の、まあ、未来の話というか、今後のね、僕のまあ考えをちょっと喋ろうかなと思うんですけど、今日話す内容としては、この間ね、入りましたスタンドオフが追加されたね、コールドとか、まあ、アップ、ウォーゾーンとかのアップデートの話と、あと、まあ、その BO2 リマスターの話とか、次回作の話とか、で、最後の方に、まあ、今後の COD の未来の話を最後にこう話していこうかなと思いますので、よろしくお願いします。さあ、まずね、アップデートの話ですね。まあ、今画面でおそらく流れてるであろうスタンドオフなんですけども、まあ、コールドにスタンドオフが追加されたり、あとウォーゾーンはいろいろ武器調整とかも入ったのかな。で、まあ、コールドの方もその武器調整があったりとか、新武器はまだ来てなかったような気がしますけども、まあ、ミッドシーズンアップデートということで、まあ、主にスタンドオフが追加されました。まあ、BO2 のあのスタンドオフ、もうほぼほぼそのまんまね、追加されてますね。で、そのこの過去作のマップ、特に BO2 のマップが追加されるたびに、まあこう、BO2 リマスター出せば売れるじゃねえか、みたいなコメントがね、やっぱいっぱいあるわけじゃないですか。ね、まあそれについていろいろ話そうかなと思います。で、まあ、コールドを、その、もうさ、レイドに続き、エクスプレスに続き、で、スタンドオフでしょ？で、しかも、ほぼってか、もうそのまんまでね、BO2 そのまんまのマップを出してるじゃないですか。もうそっから考えて、まあ、開発者側は、まあ、BO2 のリマスターを出す気はもうほぼないんですよ。てかもう、コールドがもう、ぶっちゃけもう BO2 リマスターみたいになってきたじゃないですか、もう。もう本当に、もうそのまんまだからね、マップとかね。結論から言うと、BO2 のリマスターはね、もう 99% 出ません。もう出ないと思います、僕的には。まあ、その理由をちょっと今から話そうかと思いますけども、まずね、それほど売れないっていう予想があるってこと。まあ、その、COD4 のリマスターが IW の時にね、出たじゃないですか。で、COD っての前作、まあ、新作をこう出してるわけなんですけど、まあ、その当時はね、IW っていうその最新作に、付け加えて COD4 のリマスターが出たんですけど、多分ね、まあ、そっから考えてあんま売れなかったんじゃないかなっていう、やっぱり昔のゲームなんですよ。まあ、人気だったと言っても。そしてね、多分リマスターっていうのは、その人口があまり継続しないことによって、みんな課金しないんですよね、多分。うん。正直リマスターってみんなこう、わー、懐かしい、面白かったぜ、みたいな風にこう、みんなバッてやって、多分、そんなにこう、みんな留まらずすぐやめていくっていう流れがもう予想できるんですよね。というか、多分 COD4 のリマスターが多分そうだったんですよ。開発者から見て多分一番重要なのは、その課金だから、課金してくれないっていうのは非常にまあ多分大きいと思う。まあそしてぶっちゃけ最新作ね、毎年出してた方が売れるし、みんな課金してその人口も継続するしっていうもの、ことがある。そしてもう今は正直 COD のこの売り上げのもうほとんどはおそらくね、なんかウォーゾーンなんですよね。もうウォーゾーンメインなんですよ。これからの COD。あ、もうこれなんか最後の方のテーマに、入っていっちゃうんだけど、もうウォーゾーンなんですよね。ウォーゾーンでこう、ウォーゾーンメインにしてみんな課金継続してくれた方がもう売り上げも OK だし、わざわざね、BO2 のリマスターを作って、でも、多分そんな売れないし、人口も継続しないし、課金してくれないし、ぶっちゃけ、なんか最新作とか、オーゾーンとかやってた方が売り上げは上がるから、多分もうほぼほぼ出ないと僕は思ってます。で、さらに今、コールドのアップデートでスタンドオフがそのまま追加されたり、レイドとかね、エクスプレスもそのまんまですけども、もうそのまんま出してるからね。まあ、そのままあんな出してたら、まあ、今さ、多分作る気は、ないんだろうなってのは読み取れますしっていうね。まあ以上のことで BO2 リマスター僕はもう出ないと思います。で、次。次回作の話ですね。次回作今年出ないんじゃないかっていうね、噂が流れてたんですけど、多分その可能性は、まあ多分ないと思います。その後になんかね、今年、そのチャーリーインテルっていう COD の有名な情報サイトが、まあ今年は公式からは、スレッチハマーが開発した COD が出るよってことをね、改めてね、ツイートしてたんで、多分ないと思います。その、モダン2リマスターが出るみたいな噂もあったんだけど、多分それはないと思う。ちゃんと新作は今年は出ると思います。ただね、スレッジハンマーはそのスタジオが閉鎖してたりとか、
あと某ウイルスの影響もあったりとか、開発はね結構遅れてるんじゃないかなっていう僕は予想があるので、その辺がちょっと心配ですけども、まあ出るらしいですね。まあどうなるか分かりませんけども、そもそもね、去年のモダンオーフェアの次はコールドじゃなくてスレッチャーマーが作った作品が出る予定だったんですよね。だけどスレッチャーマーがそのスタジオ閉鎖とかいろいろあって、発売する順番がね、そのコールドと次の COE の作品、スレッチャーマーの作品がちょっと入れ替わっちゃった感じになりましたけども、まあ今年出るらしいと。さあ、そして最後に COD の未来について、今後のまあ、COD についてですね、ちょっと僕の考えを喋ろうかと思います。まあコールオブデューティはね、毎年マルチプレイヤーがこう毎年のように新作が出てるわけなんですけども、なんで片言になったのかよくわかんないんだけども、ここ1年かな、まあほんと COD は大きく変わりました。ほんとゲームの今後のあり方がおそらくすごく変わってくると思います。まあウォーゾーンの登場ですね。まあ、登場したのは結構、まあ、1年前、あれ ?1 年経ったっけ、ウォーゾーンですね。そのウォーゾーンがこう、ぐわっと来たわけですよ。COD は。ボボボボボボンですよ。もう、すごいんですよ、今、人口が。去年の12月時点で、そのリリースより10、なんか人口が10倍とか言われてて、で多分今はもっともっと増えてる。そしてもう、その、まあ、世界全体で見てね、もうバトロワのトップは、もうウォーゾーンが圧倒的に今君臨してるわけなんですよ。その、プレイヤー人口、ストリーマー人口とか、視聴者数とか、なんか大会の賞金とかそういうのね、含めて、そして、コールオブデューティーとしては、本当に今までなかった初めてね、その e スポーツのティアランキングっていうのがあるんですけど、まあ、そのゲームの、まあ、競技数だったり、視聴者だったり、あと、賞金の総額だったりをね、まあ、比べてなんか、e スポーツティアランクみたいな、このゲームは今一番なんか、e スポーツの中ではまあ流行ってるみたいな、まあ、こう、ランキングあるわけなんですけども、まあ、コールオブデューティーが初めてそこでティア1、1位に、入りました。で、もう一つが LOL かな。多分、リーグオブレジェンドで、ね、皆さんも e スポーツといえば、ご存知かと思うんですけど、まさかの LOL と今肩を並べてるんですよね、ウォーゾーンは。もうそれぐらい、もう、バゴーンって今来てるわけですよ。もう売り上げもとんでもないことになってて、もうアクティビジョンさんももう大喜びっていうか、そのインフィニティワードのそのウォーゾーンを作った開発者さんたちをツイッターでめちゃくちゃ褒めてたんで、まあほんとね、まあ言っちゃえばこれからの COD はもうバトロワ、ウォーゾーンメインになっていくと思うんですよ。というかもう今なってる。もうなってるんですよ、正直言って。この前、ウォーゾーンの新マップの登場、アップデートのタイミングで、まあ、ワンタイムイベントってなんかフォートナイトでもあったじゃないですか。そのワンタイムイベントの視聴者数がもう、なんだろう、ツイッチで同時視聴者数がなんか150万人とか言ってたんですよ。同時ですよ、同時説で。150万人全体で。ねえ、なんか、いやもうどんな数字、今までそんなことしようでもなかったから。もう圧倒的ツイッチでも1位になってて。いや、それに比べて、今、コールドはもう、配信してる人が世界でもう本当に数える程度しかいません。ツイッチでもね、例えば、まあ、ウォーゾーンがこの前見た時15万人とか配信してて、視聴者数が。で、コールドがもう8000人とか6000人なんですよ、ほぼほぼ。いつもね。1万人いない以下。まあ、それほど世界のこの COD の人口はもうウォーゾーンに移っちゃってる。で、コールドがリリースされた時も、まあ、発売してしばらく経ったらもうすぐ、もう1ヶ月ぐらいでみんなウォーゾーンに行っちゃったんですよ。で、でもコールド自体ね、多分すごい売れたんですよ、今年も。なんかアメリカでまた1位みたいな。まあ、COD って市場が一番アメリカなんで。まあ、でも、そのコールドも毎年、というか毎年のように今年もしっかりと売れてたんですけど、その人口の継続力で言ったらもう、スポンって、スポポポンみたいな。もう一瞬でみんなウォーゾーン行っちゃうから。っていうのまあ、その、ウォーゾーンでコールドの武器が使えるっていうのはなんかうまいところですよね。その、ウォーゾーンでコールドの武器使うためにコールドを買うみたいなことも多分あったし、というか、ほとんどのウォーゾーン配信者はそのコールドを最初やって武器レベル上げて一瞬でウォーゾーン行って、ウォーゾーンで武器使うイエーイみたいな流れだったので、おそらく今年のその新作の COD も、またウォーゾーンに武器がこう統合されると思うんですよね。まあ、まだウォーゾーン2みたいなのがいきなり出る可能性は多分少ないので、また武器統合とかっていう
予想なんですよ。そのまたコールドみたいに新作こう出るけど一瞬で人口がウォーゾーンにバッて移っていくっていう流れがもう予想できるんですよね。でその開発者としては運営側としてはもちろんもう91ぐらいで今ウォーゾーンなので人口がもう今後のアップデートとかももちろんウォーゾーンによるわけじゃないですか。そりゃね、こないだのミッドシーズンアップデートであれですよ、なんかランボーとかコールドにも追加されたじゃないですか、キャラが。で武器のバリアントもあるんですけども、武器のバリアントのアタッチメントは正直もうウォーゾーン寄りなんですよねもうウォーゾーンでその場使えるアタッチメント構成じゃないかって見て思って、まあそういうのを見てるとやっぱりこう今後はもうウォーゾーンに寄っていくと思うんですよ、アップデートの内容も。そしてこの間発表ありましたよね、あのウォーゾーンがまたちゃんとワールドトーナメント始まるんですよ。この賞金がしっかりあって、でそのキルレースとかじゃなくてあのカスタムゲームですね、ちゃんと同じ部屋で集まってやるっていうウォーゾーンの世界大会が始まるわけですよ、これから。なので COD のトッププロたちもウォーゾーンのそのプロに移っていくっていう可能性があるというか、まあ何人か全然行くと思うんですよね、普通に。その海外のトッププロも正直練習、コールドのその練習以外はなんかウォーゾーンやってるみたいな人も多いので、まあ、ウォーゾーンに転身していくプロもいるんじゃないかなっていう僕の予想があります。まあこんな感じで COD の未来は本当に、なんだろう、もうバトロワの時代が止まらな、バトロワの時代はね、もう終わることは僕はないと思ってます。もうほんと一つのジャンルとして確立していってると思う、本当に。まあちょっと前はバトルはいつかまたね、秋が来るというか終わっていくだろうってみんな言われてたけど、僕はないような気がしますね。まあ今流行ってるゲームほんとバトルはだしね。まあ COD もこれから本当にバトルはウォーゾーンメインになっていく作品だと思います。ほんと過去一の売り上げと、を誇ったので、ね、視聴者とか継続率。ほんと全てを含めてナンバーワンなんですよね、今を。その COD の歴史の中で。だけど、まあ、マルチプレイヤーが完全になくなることは僕はないと、さすがに思ってます。それは僕もね、やっぱ COD のマルチがね、昔から好きで今も大好きなので、まあ、COD のマルチがある限り多分やっていくと思うし、まあ、なくなってほしくはないと思いますけど、まあ、本当にね、この世界はね、ウォーゾーンだから、まあ、ウォーゾーンメインになっていく。と思うんだよね、そのアップデート画とか作品の作り方とかもね、そこは仕方がないのかなとはちょっと思ってますね。最近ちょっと僕が思ったことなんですけど、どうでしょうか。ちょっと一気に喋ったので分かりにくい部分もあったかもしれませんがまあ感想等ね、ぜひコメントで教えていただければなと思います。まあ本当に僕の意見っていうかね、最後に言った、まあ、僕はマルチプレイヤーが好きだし、ある限りやっていくので、ここはね多分変わらずやっていくと思います。というわけで、お疲れ様でした。皆様、グッドボタンとサブスクライブぜひよろしくお願いします。というわけで、お疲れ様です。